それでは、市場の方、行きたいと思います。改めて、こちらの車平成6年式ですね、ジムニーになっております。 JA11 型になっております。このようにですね、車外のポータブルナビついておりますので、テレビも、しっかりと、見ることができます。クラッチの感じもですね、特には問題ございません。しっかりとターボも効いてくれますね。ほんとこの車速いと思います。今ちょうどエンジン温まってるんで、ちょっとエアコンの方をかけていきたいと思います。しっかりとエアコンの方もバッチリ効きますね。特にこの車、異音などもなくて、エンジンも快調ですね。問題ないお車だと思います。一つ気になるのがですね、こちらメーターのところですね、少しちょっとブレてますね。メーターケーブルかなんかが、ちょっと弱っちゃってるかもしれないですね。ここが少し気になるかなっていう感じなんですけど、他タコメーターと、オドメーターですね、あと、水温とガソリンの残量、こちらの方は、しっかりと、張り動きます。僕自身も、1、2型のジムニー前まで乗ってました、やっぱジムニーっていいですね、かなり速いですし、山道も、ぐいぐい登ってくれるので、心強い一台です。雪道もですね、こちらの車軽いので、全くもってスタックとかしないですね、安心安全なお車だと思います。あとですね、内装に関して言えば、こちらの車、今の車みたいに新しい装備など一切ついておりません。見た感じわかるとは思うんですけど、かなり、内装としては古めかしい感じの内装になっております。まあこれがまあジムニー乗りにとってはいいんですよね。すごい僕自身も、好きな内装です。あとはですね、こちら5速のマニュアルとなっております。左折してみたんですけど、特に問題もございません。ブレーキもしっかり効いてくれますね。この辺も問題ないかと思います。あとですね、ウォッシャー、ワイパー、しっかり出ますね。車検がですね、来年の、6月まで、ついております。タコメーター上だと7000から、レッドゾーンですね、高回転型のエンジンですね。ちょっと加速していきたいと思います。うわすごい速いですね。こんだけ踏んでも40キロそこらしか出てないんですよ。すごい分回す楽しさが行動で、行動の速度域で味わえるお車の一つですね。左と、右、切ってみました。特に異音もございません。走行距離が2万6000キロ台っていうかなり低走行な、ジムニーになっております。
なのでエンジン関係全くもって問題ないですね。絶好調だと思います。ここのポータブルナビがちょっとグラグラですね。これだけちょっと、固定します。入りにくいギアとかもないですね。今見た感じ、今5速でこれ今4速にしてます。ギア自体も、スコ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 入ってくれますね。いやいいですね。ちょっとジムニーもう手放しちゃったんですけど、もう一度欲しくなっちゃいますね。ここまで程度のいいジムニーだと。あ、少し眩しいかもしれません、すいません。このジムに、乗ってみた感じなんですけど、特に、エアコンもバッチリ効きます。異音も特にしません。かなり調子のいい、ジムニーだと思います。ジムニー人気なんですね。すぐ売れちゃう、可能性があるお車ばっかりです。なのでこちらのお車、少しでも気になったりしてたらすぐジャッツ湘南茅ヶ崎店にお問い合わせの方お願いいたします。それでは、試乗の方終わっていきたいと思います。ありがとうございました。